おごれるもの久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき人もついには滅びる、ひとえに風の前の塵に同じ。今日は日暮れに勝負を決すべからず、とて源平互いに引き退くところに、起きる方より小舟一艘右輪へ向いてぞ踏み寄せ、急え七八段ばかりになりしかば船を横様にいます。あれはいかにと見るほどに、船の内より弱い十八馬間なる女房のまことに美しきが、柳の五つぎぬに紅の袴着て、みなぐれないの扇の火いだしたるを船のせがいに挟み立て、くがえむいてぞ招いた。義経、古つわもののご闘病へさねも闘技して、あれはいかにとのたまえば、はあ、いよとにこそソロめ、ただし大将軍矢面に進んで形勢をご覧ぜば、手だれに寝ろうて居落とせとの計りごとと思えそう。さもそらえ扇をばいさせらる病やそろら、いつべき陣は味方に誰かあるとの構えば、上手どもいくらもそろう中に、下野の国の住人那須のよい地宗隆こそ、小兵で将来のも敵機で将来、証拠はいかにとのたまえば、飛ぶ鳥何度を荒ごうて、三つに二つは必ず居落とすものでそうと。さらば与一呼べとて召された。与一、その頃は二十馬間の斧の子なり、赤字錦式のひたたれに萌え荷おどしの鎧着て、白金作りの太刀を履き、ぬためのかぶら屋を頭高に追いなし、茂道の弓は木に挟み、カブトをば脱ぎ、義経の御前にかしこまる。いかに与一、あの扇の真ん中いて平家に見物せさせようかし。与一、つかまつったとも申しそうらず、あの扇いそんじそうらいなば、長き味方の御傷にて候べし、確かなる陣に仰せつけられる病や候らんと申す。義経大きに怒って、鎌倉を立って西国へ赴かん者どもは、義経が命を背くべからず、何じゃお師さんよ申すぞ、はやはやつかまつれとその玉いける。与一、重ねて辞せば足狩りなんとや思いける。あ、はずれをは知りそうらばず、ご命令でそうらえばつかまつってこそにそうらわめとて、御前をまかりたち、黒き馬の不当をたくましいに金福林の蔵をいてぞ乗ったいけ、弓取り直し手綱かいくり、右輪へ向いて歩ませければ、義経も頼もしげにぞ見たまい。やごろ少し遠かりければ、与一、海へ一旦ばかり打ち入れたれど、なお扇との淡い七八旦ばかりはあるらんとこそ見えたりけ。これは二月十八日の鳥の木馬間のことなる。折伏北平家、
一面に並べて見物す。久我には源氏、くつばみを並べてこれを見る。よい、目を塞いで。南無八幡大菩薩我が下野の国の神々にこの権現宇都宮那須の友禅大明神願わくばあの大海の真ん中いさせてたませたまえ。これを依存ずる者ならば弓切り折り自害して人に表を再び向こうべから。今一度本国へ迎えんとおしめさばこの矢外させたもの。と心の内に記念して目見開いたれば風少し吹き弱い扇もいよげにぞなったりけ。与一かぶら屋を取ってつがいよっぴいてひょうと放つ。裏響くほど長々して誤たず扇の要には一寸ばかりにひーふわっとぞ生きたる。かぶらは海へ入りければ扇は空へぞ上がるけ。しばし虚空にひらめきけるが春風にひともみふたもみもまれて海へさっとぞ散ったり。みなぐれないの扇金の日輪赤日に輝いて白波の上に浮きぬ沈みぬ揺られければ沖には平家船旗叩いて感じたり久我には源氏エビラを叩いてどよめけり。な清盛が妻、ニートの子、御所の御筆に立ちたまいて、このありさまをご覧ぜられ、源氏、かの扇、いそんじたまえ、とて祈らせたまい。激しき戦のうちに、美しき女房の扇をいさせたもうこととも、考えだに及ばれ、まことに優美なることなり。さて、このことを破壊参らせたる御方は、誰あろう、任意の天にて三郎。かの扇は、安徳帝の御父に、高倉院が、厳島に詣でたまいしより、奉がさせたまいしものなり。後に、神主佐伯神広より、これぞ高倉院の御なさとにこもりしむ、帝をお守り参らせたもうや出場、源平の戦には必ずやこの扇を掲げ、お試しあるべし。源氏、居外したらば、平家の勝利疑いなしとて、賜りし、おうな。されど、今、任の天、このありさまをご覧じ、亡き殿の御心、思い参らせたまいし、波の上に漂う落ちるのとなるやもしれずと興ざめいてぞ思われ。やがて日暮れければ源平引き退いてそれぞれ野山に陣をぞとったりけ。源氏のつわものともこの三日の間戦い暮らしければ少しも眠らざりけ。皆疲れ果てて、あるいは兜を枕にし、あるいは鎧の袖、エビラ何度を枕にして、前後も知らずぞ伏したりけ。
平家の方にはこの時とばかり能登の神を大将にて五百余騎一気に夜討ちせと支度したりけれども、味方の指揮まとまらぬ頃にその夜は虚しゅう明けに夜討ちだにもしたらば源氏なにほどのことあらまし、攻めざりけるこそよくよく運のつき目なる。ご覧ぜられ、そうらわんずらめ。
笑いたまえば、何条のただいまのたわべぞやとて声声におめき叫びたまいて、兄殿はこのありさまをご覧じて、戦は今を限りと見えしかは、陣の間がたま脇に挟み、宝剣を腰に刺し、衆生を抱き立てまって、我が身は女なりと、敵の手にはかかるまじ、君の恩ともおばいたします。御心出し、思い参らせたまわん人々は、急ぎ続いたまえ、とて、しずしずと船端へ歩み入れられて、主上、今年は8歳にならせたまえの、御形美しく、あたりを照り輝くばかりな。あまぜ、我をば、いづちへぐしてゆかんとすると、仰せければ、任意の甘、いとけなき君に向かい立てまつり、涙を抑えて申しけるわ。我が君様、申し上げさぶ。前世の従前開業の御力によって、今天使と生まれさせたまえの悪縁に惹かれて、ご分すでに尽きさせたまえ、まず金河岸に向かわせたまえて、伊勢大神宮に御いとま申させたまえ、その後西方浄土の来往に預からんとおぼしめし、西に向かわせたまえて、御念仏三郎を召し、この国は心浮きところにて定らえば、この甘ぜが極楽浄土とて、めでたきところへ愚痴紛らせ三郎と、なくなく申させたまいければ、みかが山形色の魚に瓶面言わせたまいて、御涙に溺れ、小さく美しき御手を合わせ、まず金河岸を伏し拝む伊勢大神宮に御いとま申させたまい、その後西に向かわせたまいて、御念仏ありしかは、二のあやがて帝を抱き立てまつ、波の下にも都の三郎ぞと慰め立てまって、千色の底へぞ入りたも、悲しきかな無情の春の風、たちまちに花の御姿を打ち出し、情けなきかな六道輪廻の荒きなり玉体を沈め立てます。いにしえは大事にて平家一門の不明天上人に取り巻かれ、長き住みかと定め、老いることなきご加護を授かりたまいし、いまだ実際のうちにし、波の下に御命をたちまち滅びたものこそ悲しけ、雲上の竜下って海底の魚となりたも、安徳天皇の御母なる賢明門に、この御有様を滅び、御焼き石、御硯を僧の御懐に入れて、海へいらせたまいけるを、
源氏の武士やんごとなきお方とは知り立てまつらで御牛を熊手にかけて引き上げ立てまつる。あないたまし、あれは女院にて渡らせたもうぞと声声口々に申されければ、かの武士急ぎ御所の御船へ戻し立てまつる。武勇の人なる能登の神乗り詰めいるべき矢も慈して今日最後に思われて、赤字錦のひたたれにからがやおどしの鎧着て、いかもの作りの大立ち抜きて戦えば多くの源氏討たれにけり。さても大将軍義経の首取らんと源氏の船に乗り移り乗り移りおめき叫んで攻めたたこう。おりしも義経の船に乗り当たり、義経めがけて飛んでかかるに、義経ひらりと身をひるがえし、味方の船に飛びのたまり、おりを逃したる義経は、今はこうと思われければ、たち、なぎなた海へ投げ入れ、大手を広げて立たれたり、我と思わん者どもはよって乗り詰めを生け捕りにせよ。鎌倉へ下って頼朝に会うて、物一言は言わんと思うぞ。よれやよれ。寄ってきたりしつわものに、土佐の国の住人、秋野太郎、実光と弟の次郎。いいかに他境を増しますとも、我ら取り付いたらに、たとえ竹十条の鬼なりとも、などか従えざるべき。とて、兄弟、小舟に乗って、能登殿の船に押し並べ、えいっというや乗り移り、太刀を抜いて打ちかかる。能登殿、いささかも騒ぎたまわず。秋の太郎をゆんでの脇に取って挟み、弟の次郎をばめての脇に買い挟み、ひとしめしめて、さあ、おのれら、死での旅の友せよ、とて、少年26人で、海へずっとぞ入りたむ。
会場には平家の赤旗赤印なめ捨て金繰り捨てたりければ竜田川のもみじは嵐を吹き散らしたるがごとし庭によする白波も薄濡れない溝なりに主もなく虚しき船は壇の裏の潮に光る風に従い気づくを刺すともなく揺られ